こんにちは、チーフの三浦です。6月18日、本日のフロリタ TV を始めます。今日は、プレイステーションのバーチャルリアリティシステム、プレイステーション VR の予約開始日ですね。10月の発売日みたいですけれども、昨日夜中、また今日朝ですね、Amazon の方を見ましたけれども、まだ日本版の予約開始されてないみたいですね。ちょっと数も少ないということでですね、ちょっと予約できるか心配です。欲しいですよね。さて、本日新着賃貸物件1件、またVR360°ストリートビュー、こちらの方も1件ですね追加しましたので、そちらをご紹介させていただきます。はい、入ってきた物件件はですね、渡辺アパート富士吉田市上吉田 1LDK 出ておりました物件の 2K 版もですね、出ました。一軒見てみましょう。こちらは、はい、フォンターナというですねテラスハウスの物件を入れておりましたが、写真がですね10枚ぐらいしかなかったんで撮り直してきましたよ。360度ストリートビューの写真も入ってきました。ぐる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 回せますね。行きたいところ、2階に行くな、2階にピッ、大阪ですね、2階に行く、またそこも360度で見渡せるということでですね、もう見る必要ないんじゃないかっていうぐらい情報が出てますね。はい、こちらの動画もですね新しく撮り直しました。はい、写真は30枚以上ですね入ってます。360度写真、そしてまた動画、 あとは一般的な写真ですね。あとですね、バーチャルリアリティ、はい、こちらも、スマホで撮ってですね、ゴーグルで見れば、VR 体験もできるようになっております。こちら即入居になっておりますので、気になった方はご連絡いただければと思います。はい、では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。